にちは、助産院バブバブ助産師の下子です。はい、ライブの中でたくさんの質問をいただいています。全部答えれません。なのでライブの質問にブワッと答えていきたいと思います。頑張れんでええで、適当でええで。パート3です。はい、では早速皆さんの質問に答えていきます。はい、よーいスタート、いきます。はい、ミクさんです。上の子可愛くない症候群についてです。いつかは必ず収まるものなのでしょうか。上の子年中、下の子6ヶ月ですが、下の子を妊娠中ぐらいから上の子にイライラして冷たく当たってしまいます。特にスキンシップをするのが嫌で抱きしめてあげたりができませんというね。はい、上の子可愛くない症候群、これもよく聞きますよね。そらね、ママにとってはね、赤ちゃんもまだ喋らへんし、全部やってあげないといけない、もうね、憎たらしいことも言いませんのでね、いやいや気もないですしね。でももう可愛いしかない、ちょっとこうペット的な感覚っていうのがあって、で上の子はやっぱもう喋りますし、年中さんやったらもう4歳5歳なんでね、もう喋りますし、場合によってはいや怖この子みたいなことも言ってくる、大人びたことも言ってきますしね、わざとママを困らせたりとかね、そういうこともしてくるから、もうチッてなる、もうハッてなる。はい、これも仕方がないことかなと思うんですよね。うん、でね、可愛くないとはいえですよ、そういう風になるとはいえ、じゃあその年中さんの上の子産まない方が良かったですか。産んで良かったでしょ、これ即答で返ってくるでしょね。そういう気持ちがあればそれで OK なんですよ。だからね、確かに下の子が生まれたら上の子我慢させないといけないこといっぱいあるしね、こうやってママの態度が違う、うちも言ってる、うちも年中さんなんですけど、上の子が11番目がね、今5歳なんですよね、年中さんで、下が今1歳3ヶ月ねねちゃんね、ってなったら年中さんのトトちゃんが私とマークにね、もうパパもママもねねちゃんには優しいのにどうしてトトには怒るのって毎日言ってますよ。どうしてもこう呼ばれた時にねねちゃんがはいって言ったらはいって言うけど、トトがママだったらはぁ、ね、声のトーンがもう2オクターブぐらい変わるわけですよね。もうこれしゃあないや、もうこれ上の子の宿命だと私はもう諦めろって諦めろって言ってますよね。でもまあ普段はそうやって上の子に強く当たってしまったりということはあるんだけど、ちょっと意識してね、常に常に上の子可愛くない症候群ではないじゃないですか。上の子可愛いなって思うこともあるでしょ、一日のうちに何回かあると思うんですよ。そのあ可愛いなって思ったそのタイミングで一瞬だけおいでって言って好きやでね、やってあげる。だから一日中っていうことじゃなくて、こうピンポイントで短いそのママの気持ちがほんまに伴ってる時に一瞬キュッてやる、次の瞬間雷ドカン、全然いいんですよ。そのメリハリが大事かなと思います。で最初に言ったように、その産んでよかったなっていうのが即答で返ってくるんやったらね、その気持ちっていうのはちゃんと年中さんの上の子には伝わっていくから、それが一滴一滴こうね垂れていって、それがこう心の中に入っていって、こう信頼関係であったりね、愛着形成っていうのはできていくわけだから、可愛くないって思ってしまうそういう自分っていうのを責める必要ないですし、で下の子も言うてるうちにね、年中さん同じぐらいになったらね、もうまたこれ腹立つようになってきますからね。はい、どんどんね月日はこう流動していきますので、そんなに真剣に考えないでください。いいです、今のままで。はい、次いきます。TK さんですね。第二子妊活中で先日双子を妊娠していることが分かりました。インターネットで検索すると心配なことばっかり出てきますね。双子ちゃんでもね、いろんなパターンがあるんですよね。子宮の中に2人の赤ちゃんが胎盤1個で卵膜も1つで、その中に2人の赤ちゃんがいるっていう珍しい双子のパターンなんですけど、この場合は確かにね、2人で同じ胎盤を共有するっていうことは血液の分散とかがうまくいかなかったりで、ちょっとリスクが高い妊娠にはなります。でもね、多くは赤ちゃん、まあ、胎子宮の中に2人いるんだけど、卵膜も1人ずつにこうあって、胎盤も1個ずつあるよとか、あと膜は1つしかないんだけど胎盤は1人ずつ1つずつあるよとか、このパターンの時はね、そんなにビビることはないと思います。もう
膜が1枚、胎盤1個のめっちゃ珍しいタイプの双子、これはリスクが高い。でもそれ以外の双子ちゃんに関してはもちろん単体妊娠よりはね、いろんなリスクっていうのはもちろんあるし、ちょっと気をつけて見ていこうねってことにはなるんですけど、バブバブにもたくさんの双子ちゃん来ますけど、みんな元気に生まれてますしね、意外と早産になるんかなと思ったら38週まで 2300g と 2500g、 何お腹の中に5キロ入れてたみたいな、もうそんな状態でちゃんとね、正規産までお腹の中にいて生まれてきてる赤ちゃんの方が大半なんですよね。なのでそれは妊娠中っていうのはね、どんな人でも何が起きるか分かんないけど、そういうむちゃくちゃ珍しいタイプの双子ちゃんの妊娠じゃない限りはそんなにビビらず、はい、もうこの2人授かったってことを喜んでもらったらいいかなっていうふうに思います。はい、次タッコさんですね。はい、ありがとうございます。1歳0ヶ月怪獣ボーイを子育て中です。11ヶ月頃から本気で噛みついてくるようになりました。こっちが痛いと言うと泣きます。何か理由がありますか？できるだけ子供がやることをやめさせたりすることはしたくないので、理由が知りたいですということですね。はい、もう男の子はね、なんせ好奇心が旺盛で、でもう体力が余ってる、うん、なのでこので11ヶ月まだ歩いてなかったりとか、まだ歩き出してたでもよちよちぐらいでまだ小走りできひんよみたいな状態では、余ってくる体力を発散する力っていうのは、そこがバランスが悪いんですよね。で溜まってくるその体力どっかで発散しなあかんっていう時に、こういう噛みついたりとか、あとは壁とかに頭をこうゴーンゴーンゴーンって打ち付けて、もう血出るからやめてみたいな、アスファルトの床にゴーンゴーンとかね、そんなんやったりとか、もうなんせとんでもないことやるんですよ。それで体力をこう力を使うみたいなことに分散してやるんですよね。だからそういう理由もあるし、あとはこの怪獣ボーイ、もしかしたらすごい人が好きじゃないですか。人間と人とこう信頼してる大人といっぱい関わりたいっていうタイプの子供なんじゃないかなという気がします。でそういうタイプの子ってコミュニケーション取りたいわけ、好きな人と。でもまだ言葉でね、ちょっと聞いてほしいねんけどさって言えないじゃないですか。でもこっち向いてほしいってなった時に、じゃあどうやったらママがこっち向くかなってなったら、噛みついたら痛いって反応するわけでしょ。これもがこっち向くやん、この方法取ったらっていうことですよね。でコミュニケーション取りたくて噛みました、それに対してむっちゃ怒られました、こっち向いてくれたことは嬉しいねんけど、11ヶ月でもう怒られてるっていうことは分かるので、怒られたみたいなんで一瞬泣いちゃうとね。でもそれが心のトラウマにもしなってるんやったらね、もう二度と噛んでこないんですよ。でまた噛むでしょ。ってことは一瞬泣くけど、そんなん長続きせえへんし、そういうなんかごめん大丈夫、心人格形成大丈夫とかそういうことにつながりませんので、泣いてるわぐらいでいいし、痛いことは痛いってちゃんと言わないとダメですよ。だからそんなん、だって誰でも噛んでいっていいもんじゃないもんね。だからそれは子供がやりたいことはやらせたい、まあそうなんだけど、でも絶対してはいけないことっていうのは止めるっていうのが、これ親の責任だからね。だから放置するっていうのと、こう放任育児っていうのは違うわけよ。放任育児っていうのは基本子供のやりたいことは止めない、ただ道徳的にね、人間としてね、してはならないことっていうのはきっちり教えていくっていうのが放任育児ですね。ほったらかし育児っていうのは、その止めなければならないことももうほったらかしてやっていいようにしちゃう、うん、だからそれはダメだから、だから怪獣ボーイにはしてはいけない、噛んだらいけないということはちゃんと言わないといけない。ただそれが、あ、そうか、そういうことか、だから噛んだらあかんねやっていうところを認識できるにはまだまだ先なんでね、それも2歳ぐらいまでかかったら 1歳半それぐらいまでかかりますので、もう根気よくダメ、噛んだら痛いからそれはしないのっていうのを泣かしてもいいので言ってください。はい、はい、次アスミーさんですね。ありがとうございます。現在1人目を育てています。ポメロとマシュマロを使っていて、保湿は大事ということはよく分かってるんですが、洗濯洗剤や柔軟剤はいつまで子供用を使ったらいいんでしょうか、お願いしますということです。ありがとうございます。マシュマロとポメロ、これバブバブのね、マシュマロとポメロです。
はい、これあのバブバブが出してる保湿料とこれ洗浄料なんですけども、まあ、大人から赤ちゃんみんな使えるよっていうね、肌にすごく優しいもので作ってるバブバブオリジナルの商品なんですけども、まあこれ私の価値観なんですけどもね、やっぱ子供に毎日お風呂で使うもので保湿っていうのもね、毎日毎日繰り返しするもの、肌につけるものなので、まあ、極力やっぱね刺激がないもの、肌に優しいものっていうのを使ってあげたいなっていうの、これは私の価値観です。服とかはもう何でもいいんですよ、安くても何でもいいけど、肌に直接つけるものだけはもう本当にいいものを使ってあげたいなという私の思いがあって、このバブバブの商品は作ったんですけどもね。で、洗濯洗剤とか柔軟剤っていうのは子供用、もうこれもねすごく肌に優しいものっていうので出てます。で、それをずっと使い続けてもらうの、それ一つのやり方としてめっちゃいいと思うんですよね。苦痛がなければ続けてもらったらいいと思います。ただまあちょっと手間やなとね、大人のやつと子供のやつ別々にやらなあかんってしんどいじゃないですか。これが苦痛だというママはそろそろこのお子さんがいくつかちょっとわからないんですけども、1歳超えてきたらね、1回の大人と同じ洗剤とか柔軟剤使ってみて、それ着せてみて、さあ肌に何か出るかどうかっていうのを実験的にチェックしてあげるっていうことでいいんかなと思います。で、何も出なければ、あ、もういけるんやなっていうことがわかるし、やっぱなんかちょっとどうかな、なんか痒がるなとか、あ、なんか湿疹ができてるような、肌荒れんみたいなことがあるんやったらね、まだもうしばらく肌に優しいものっていうのを使い続けてあげた方がいいかなっていう、もうそれもその子その子の肌の強さ違うからね、アレルギー体質とかもみんな違うし、だからこの月齢になったら変えるとかっていうことじゃなくて、うちの子はどうなのかなっていうので一回やってみる、それで判断してもらうっていうことでいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次はミドチャンネルさんです。ありがとうございます。妊娠中の体重増加が止まりませんどうしたらいいですか、ね、はい、体重増加ね、これね、もう体質ですよね、これもね。もう妊娠中でもね、夜中にチョコレート食べてますとか、え、ポテチ一袋いくんですけど体重全く増えないですけど大丈夫ですかっていうね、ちょっとね羨ましすぎるんですけどみたいな、そんな妊婦さんもいるんですよね。これ体質ですよね。かともだ、まあ通常はね、まあ、妊娠中っていうのはこのお腹の中で一人の人間を育てるわけだから、もう取った栄養っていうのは母体はとにかくそれを吸収して溜め込んで、お腹の赤ちゃんにそれを使おうっていうふうに働くから、通常妊娠してない時に食べてる量と同じ量を食べたらやっぱり妊娠中って太るっていうのが、まあこれが一般的な感じなんですよね。まあ人によりますよ。で、まあ私ももう油断したほんまね、妊娠中なんか外食1回行ったらね、もうね2キロ増えますからねなんでって思うけど、もうそれぐらいもうほんま空気吸っても太るんちゃうかっていうぐらい体重増えるんですよね。気をつけないとね。で、昔はね本当にね、妊娠中も5キロ6キロまでに抑えなさいとか、もう8キロまでとかで、もうちょっと体重増えたらね、母子手帳に赤線で体重注意とかでパーン線引かれたりとかっていうのあったんですけど、これ2021年に妊婦さんの体重増加のガイドラインが変わったんですよ。指標が変わりました。で、昔はそうやってやってたんだけど、海外はあんまり体重管理言わないんですよね。いいよ増えてもっていう指導やって、日本ぐらいでこんなに細かくやってたのね。で、まあちっちゃく産んで大きく育てるっていう言葉があるけど、赤ちゃん今2800から3000ぐらいまでで産むことがええことやみたいな、で体重増えると妊娠高血圧症候群とか糖尿病のリスクが上がるとか言われてたんですけど、それもどうやら医学的なエビデンスとしてちょっと違うぞっていうことが分かってきました。で、今日本ですごい問題になってるのが低出生体重児 2500g 以下の赤ちゃん、あと早産児がすごく多い日本、なんでなんってなった時に、この厳重な体重管理っていうのがね、そういうことを引き起こしてるって、これは海外からずっと言われてたんですよ。日本バカじゃないのって、何やってんのって海外からずっと言われてたんですよ。で、それをずっと受けて、ようやく2021年に日本もそうか、体重じゃないんやなと、はい、逆に妊娠中ある程度体重増やしてくださいに今変わりました。嬉しいなぁ。だ、中肉中背の人やったらだいたい体重は10キロから13キロぐらい増えても OK なんですよ。 BMI25 以上の肥満の人で、まあ、体重、まあ、8キロまでに抑えてと、もう痩せ型の人なんて13から15キロ太ってもいいよっていう風に指導が変わりました。なので暴飲暴食して体重増加、これはダメですよ。ただ栄養を考えてしっかりちゃんと
食べて、過不足なく食べて、それで体重が増えていく分には不健康に体重増加しているわけではありませんので、これ赤ちゃんのためにいいことやと思います。なので体重というよりちゃんといろんなものを栄養考えて食べれてるか、そこに着目してください。でもし産婦人科で言われたら、ガイドライン変わりましたよね、妊婦の体重増加のって言ってもいいかなと思いますね。はい、ということでライブの皆さんからの質問にお答えさせてもらいました。まだまだ続きます。次パート4に行きますのでよろしくお願いします。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで、適当で。